話ちゃん、チームメイト休止したら何するの？仕事はあるの？仕事ないかもしれないですね。ニートかも。でも実際さ、なんかこんなこと言ったらあれだけどさ、チームメイトとしてのイベントがめっちゃ今まであったわけじゃん。それがさ、なくなるってなったらさ、もう半分くらいさ、ね、暇になっちゃうんじゃないですか。だってエイトの日とかももうさ、ただの平日になるわけ。悲しい、悲しいです。そうだよ、エイトの日なんてもうコンサートなんてできません。でもやるかな、やってほしいな、やってほしいと思うけど、もう私たちは活動休止なんです、悲しいことに。でも活動休止っていうんだったら、逆にもう私たちはもう最後のコンサートだと思ってやってるので、あのだからそんな頻繁にコンサートとかはやんないでほしい。むしろまあその何年か後にあるか分かんないけど、また復活みたいなのはもう何年か後でいい。むしろそんな頻繁にやってたらさ、なんかね、でもみんなで集まる機会はね、欲しいですけど。10周年やるでしょ。10周年どうだろう。でもさ、1年後じゃん。もう1年もないよ、10周年。4月3日だから1年切ってます。またそこで集まるの？まあ絶対やるだろうけど絶対なんかあると思うけど、絶対やるよね。まあその時はみんな来てね。なんで今休止しなきゃならないの？っていうコメントがあります。皆さん教えてあげてください。これ説明すると長くなりますけど、そんな時もある。